肥前市民センター産業教育課長平田敏夫が申します。ただいまから、令和4年唐津市成人式肥前会場を開催いたします。これからももっとたくさんのことを頑張っていきたいと思います。無事成人の日を迎えられたことをとても嬉しく思っています。現在は大学に通っていて、将来の具体的な夢はまだ決まってないんですけど、今後とも勉学に励みたいと思います。6月に子供が生まれる予定なので、親として頑張っていきたいと思います。短期大学を卒業して社会人になるので、社会人としての自覚を持って頑張っていきたいと思います。4月から社会人になるので、これまで支えてくれた家族や周りの人たちにたくさん恩返しをしていきたいと思います。こうやって成人の日を迎えることができてとても嬉しく思います。今まで支えてくださったたくさんの方々のおかげだと思います。社会人は来年度で3年目になるので、支えてくださった方たちに恩返しができるよう頑張っていきたいと思います。今私は歯科衛生士のために専門学校に通っています。そこで1年勉強頑張って資格を取って卒業できるように頑張りたいと思います。今後も怪我、病気などせずに頑張っていきたいと思います。これからも唐津市で進むと思うんで、皆さん仲良くしてください。20歳になって感想は、あと6ヶ月で20歳になるのが嫌だなと思ってます。今はお父さんと働いていて、いろいろまだ勉強してるんですけど、これから親孝行ができるように頑張りたいと思います。これから先は長い人生になると思いますが、楽しく悔いの残らない人生を歩んでいけたらいいなと思っています。まずは、ここまで育ててくれた両親や友人、家族に感謝を言いたいと思います。ありがとうございました。自分は、発電所で運転員として働いてまして、日々、技術や力量向上に努めております。これからもなお高い技術、知識をつけるため精一杯頑張りたいと思いますので、家族の方も、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。今は大学で勉強をしています。大学に通わせてもらっているので、両親にはこれからいろいろ恩返しができるような人間にはなりたいと思っています。よろしくお願いします。まず私をここまで育ててくれたお
母さん、お父さん、ありがとうございます。現在、大学に通いながら芸術の分野を学んでいるので、将来芸術の分野の職業に就けたらと思っています。その後、芸術活動を個人で、やっていけたらいいなと思っています。以上です。今こうして成人を迎えることができたのも、親をはじめとして友人や先生方のおかげです。ありがとうございます。今私は大学で、小学校の子どものからの夢である航空整備士の勉強をしています。将来は、航空整備士になれるように一生懸命頑張っていきたいと思います。社会人として自覚を持ち自分の行動を考えていきたいと思います。これからももっと上を目指せるように頑張ります。今は福岡の方で整備をやっています。これからも頑張っていきたいと思います。これからも自分らしく頑張っていきます。私は今福岡の方で学生をしています。今度の4月から福岡の方でプログラマーの仕事に使ってもらいます。社会人として行動が取れるように頑張りたいと思います。以上です。今は唐津の製薬会社で働いています。親孝行をしていきたいと思います。今は福岡で働いています。今まで育ててくれた親には感謝して恩返しできるように頑張ります。20年間育て続けた親には感謝して親孝行をこれからしていきたいと思います。今までお世話になった人々に感謝し恩返ししていきたいです。ずっと今まで育ててくれた親や友人、周りの人に感謝してこれから恩返していきたいと思いました。目標などはまだはっきりと決まってはおりませんが、これからも社会人として頑張っていきたいです。好きなことを仕事にできた限りこれからも頑張っていこうと思います。今は県外でカメラの製造をしています。仕事の内容はきついですが、今まで支えてくれた方々に感謝をし、その方たちに恩返しをできるように頑張ります。いっぱい支えられて今の自分があると思っています。支えてくれた人にこれからの人生恩返しをできるように春から名古屋で頑張ります。来年度の4月から長年夢だった保育士として働けるので、周りの人への感謝を忘れずに頑張りたいと思います。本日は私たちが新成人としての第一歩を踏み出すにあたり、このような盛大な式典を催していただき、誠にありがとうございます。さて、私たちも20歳を迎え、すでに職業に従事しているものや、学業に励んでいるものなど、立場は様々ですが、一人一人が自分の行動に責任を持ち、社会の一員として常に向上心を持って前進する覚悟でございます。この自然豊かな肥前町に生まれ、小・中・高と共に競い合った仲間と、今こうして唐津市・肥前町の新成人としての誓いを共にし、このふるさとを自分たちの誇りとして心に刻んでいきたいと思います。そして後に続く後輩たちの見本となるような社会人を目指していきます。今日私たちがこうして集い成人式を迎えられるのは、たくさんの愛情を注ぎ支えてくれた家族をはじめ、時には厳しく時には優しくご指導くださった恩師や地域の方々、そしてふるさとのおかげです。関わってくださったすべての方々に深く感謝し、心よりお礼申し上げます。まだまだ未熟な私たちですが、この感謝の気持ちを忘れず、成人としての決意を持ち、力強く優しくたくましく明るい未来へと躍進することをここに誓い、新成人代表の挨拶とさせていただきます。